はい、こんにちは。今回は Go ONE パンチで対戦相手を吹っ飛ばす歴代最強パンチ力を持つ3名のボクサーを紹介いたします。前世紀のマイク・タイソンは爆発的な破壊力を持ったボクサーで KO の山を築きました。身長は178センチと小柄なので、相手のパンチをガードに頼らずボディーワークでかわす鉄壁の防御技術をカス玉との下で徹底的に練習しました。タイソンの試合で圧巻だったのはマイケル・スピンクスとの全勝対決の一戦です。マイケル・スピンクスはライトヘビー級では WBA、WBC、IBF の3団体の統一王者で、ヘビー級に上げても7年もの長期政権を築いたラリー・ホームズを破って IBF 世界王者になったのです。しかし全勝の2階級王者ですら、全盛期のタイソンの前ではあまりにも無力でした。マイク・タイソンの全盛期はデビュー当時の1985年からマイケル・スピンクスを初回 KO した1988年6月までと思いますが、カス・ダマトとケビン・ルーニーの下で猛練習をしていた頃はまさに人類最強でした。デビューから1年余りで23戦全勝のタイソンは体のキレが抜群で軽快に動きますが、攻撃の時のパワーは凄まじく、右アッパーで相手を吹っ飛ばしました。世界挑戦の3ヶ月前にキューバ人の大男と対戦しました。キューバ人のリバルタは身長2メートルの大男で、タイソンとは身長差が20センチ以上あるのですが、タイソンの左フックは大男でさえ吹っ飛ばしました。37戦全勝 34KO という戦績を誇るジョージ・フォアマンは WBA、WBC 世界統一ヘビー級タイトルマッチに挑戦いたしました。世界王者ジョー・フレイジャーも29戦全勝 25KO の戦績で当時最強と言われておりましたが、フォアマンは王者から1ラウンドに3度、2ラウンドにも3度のダウンを奪い、2ラウンド TKO 勝ちで王座を奪取いたしました。フォアマンは初防衛戦にホセ・ローマンを迎え、日本武道館で戦いました。大柄のフォアマンは挑戦者ローマンを圧倒し、コーナーに詰めて左右のフックをブンブン振り回し、ゾウも倒すと言われたパンチがわずかに当たり、ローマンはしゃがみ込みます。再会後怯えたローマンに右アッパーを炸裂させ、ローマンは吹っ飛ぶようにダウンいたしました。ローマンはよく起き上がりましたが、王者フォアマンはゴーダをものすごい角度で振り回し、右パンチがローマンに炸裂するとローマンは崩れ落ち失神いたしました。
初回フォアマンは圧力をかけ重いパンチを振るいますが、ノートンはジャブや左フックを合わせますが、頑丈なフォアマンには全く効かず、2ラウンドに入るとフォアマンはさらに圧力を増し、右アッパーでノートンを吹っ飛ばしました。ノートンは起き上がりましたが、再び右アッパーで吹っ飛ばされ、重いパンチを追撃されて、あっという間にヘビー級タイトルマッチは終わりました。フォアマンはモハメド・アリに敗れ、世界王座から陥落したフレイジャーと再び相まみえました。3年半前の戦いではフォアマンが初回からダウンを奪い2ラウンドに KO しましたが、再戦でもフォアマンが初回から破壊力のあるパンチを振るってきましたが、フレイジャーは前回と違って距離を取り、フォアマンの強打を封じる作戦を行いました。しかし第5ラウンドにフォアマンはロープギアで連打を振るい、強烈な左フックでダウンを奪いました。起き上がったフレイジャーに強烈な連打を浴びせ、右アッパーを突き上げると、フレイジャーは3年半前同様吹っ飛ばされ、試合は終焉しました。角刈りで武骨な風貌のジュリアン・ジャクソンは凄まじいパンチ力で衝撃的な KO を量産する反面、防御面に甘さがあり顎が弱いという特徴を持っております。中間距離からやや近い位置でのフックが凄まじい破壊力を持ち、被弾した相手は失神したり棒が倒れるようにダウンするシーンを生み出しました。ジャクソンが初めて世界王座に戴冠したのは1987年11月でした。アジアで無敵を誇っていたペク・インチョルと WBA 世界スーパーウェルター級王座決定戦を行ったのですが、後に2階級上の世界スーパーミドル級王者となる強打のペクは果敢に打ち合いますが、ジャクソンは桁違いのパンチ力で圧倒しました。頑丈で強靭な体を持つペクは打ち合いが得意なコリアンファイターですが、パンチ力に圧倒的な差が見られ、ジャクソンのパンチでダメージを負い、最後は吹っ飛び、わずか3ラウンドで勝負は決しました。WBA 世界スーパーウェルター級王座の2度目の防衛戦にフランシスコでヒッスを迎えました。挑戦者ヒッスは荒っぽい怪力の持ち主でしたが、2ラウンドにジャクソンのパンチは怪力のブラジル人を弾き飛ばしました。階級を上げて WBC 世界ミドル級王座も獲得したジャクソンは3度目の防衛戦にロン・コリンズと対戦しました。ジャクソンはとんでもないパンチ力を持つ反面、攻撃が雑になって空振りが多く防御が良くないため劣勢に陥ることが多いのですが、一発当てるだけで形勢を逆転し、対戦相手は致命的なダメージを負うのです。
ジェラルド・マクラレンに敗れて王座から陥落した後、アゴシのカルダモネと WBC 世界ミドル級王座を争いました。初回サウスポーで23戦全勝のカルダモネに距離をコントロールされ、パンチは空転するばかりで、逆にヨーロッパ王者の連打を浴びて防戦一方になり、大ピンチを迎えました。しかし続く第2ラウンド、不用意に近づいたカルダモネはジャクソンの強打を受けて吹っ飛びました。Julian the Hawk Jackson.